はい、コロナ禍の中で、学園会館としては去年は1年間、ほとんど行事はしておりません。4月4日から、ユースの練習会、そして関西地区研修会が、始まります。で、今日、救急に合格された方、または、第二の1つ昇段された方は自分の、弱さ、ね、どこが悪かったかをしっかり反省して、また次回の大会とか、練習につなげていってください。おっす、はい、おめでとうございます。おっす、おっす、おっす。最初に言いましたように、出入りの挨拶、おっす、おっすって元気よく、ね、出入りするよ。わかりました。おっす、それと、例えば支部長とか指導員に悪いところを直されたり教えられることがあったら必ずその都度押すと、ね、しっかり自分で理解できたなら押すと挨拶ができるよ。押す、押す、押す、押す。はい、2人は、2段昇段ということで、初段は準指導員、2段がから正指導員、3段が師範代、4段以上が師範という役職になります。ね、そういう部会制度になっていきますから、正指導員おめでとうございます。また下の者を指導する方は自分の向上も目指して、まだまだ年が若いですから選手としても、頑張ってください。はい、以上で終わります。はい、気をつけて勝負。はい、それでは終わります。はい、おっす、はい、終了ね。